ゃあ、うん、じゃあ、うん、じゃあ、うん、じゃあ、おかゆ、おかゆ、じゃあ、うん、じゃあ、じゃあ。9ヶ月の子が食べるやつじゃないかと思う。いや。カミカミキの子が食べるやつって書いてあるの。カミカミキって。いや。大丈夫ですか？おお。今日僕いて大丈夫ですか？笑うとお腹痛いって言ったんですけど、僕いたらめっちゃ笑っちゃうじゃないですか。全然面白くなくなった。空気が。空気が面白くなくなった。こんなに手つくんすね。カミカミキが楽しかったのに。本当大丈夫ですか？いや、申し訳ない。迷惑かけて。いや全然、ただいま、お帰りなさい。いや、ちょっとね、本当にいろいろありまして、急に腸にちょっとだけ穴が開いたみたいな、もう緊急入院しまして、私1ヶ月近く、で今お粥しか食べられない状況でちょっとこんな大変なんですよ。で今日はみんな集まってもらったら他でもない、はい、私はもうみんなを緊急で呼び出して、はい、所長の入院費を稼ごうこれは本当にかかったよ研究所の費用も研究所とかいやもう無理無理よ、そっちより入院、うん、所長調子に乗って個室頼んじゃって、そうですね、個室クソ高いですよ、個室高いんですよ、高くて高くて、だからそれもちょっと稼ごうと思って、いやみんなにちょっと協力していただきたい。ただそんなことだろうと思って、はい、今日は一攫千金系のいいデータを持ってきたんで。本当ですか？本当です。本当にそれはもう本当にお願いします、はい、早速今日はマジで取りに行きましょう、はい、でかいの大丈夫ですか？お願いします頑張りましょう、はい、頑張りましょう、お願いします、はい、怖いですね はい、ということで栗山船研研究所と、で、うん、前回ですね、 AI の理論でやるもなぜか女子の予想が珍しく当たっているという天の弱な栗山船研究所。当たってたっけ？あ、僕当たってましたよ。珍しく当たってたっす。あ、そうですか、はい、当たってた。あんま記憶にないな。今回でも始まって最大の危機が訪れたんですと、ね、まあ、所長が入院したのですと、まあ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 、入院したことにより、さらに研究所の資金を圧迫してしまう危機に直面していると。で、ポンポンがすごい痛かったの。うん、まあ、お腹な。で、ちょっと本当に心配してるんで、うん、今回はですね、ぴったりな情報を僕ら見つけたのですと。ほう。まあ、僕らもすごい行ってる、ボートレースガマゴーリ。お世話になってますね。はい。で、ボートレースガマゴーリが熱い理由がありまして、ここ半年で準優勝戦の前半6レースの間で、1回でも満州が出る確率が8割以上あると。ほう、結構高いと思うんですよ。確かにでもイメージはあるな。ありますよね。ある。前半レース、はい、めちゃくちゃ荒れるイメージはある。しかも準優と優勝戦のデータを半年調べたら8割以上あったんですよ。へえ。なんで今日は前半6レースだけのどれかやろうかなと思ってます。ほう、なるほど。前半のレースにある傾向があると、うん、荒れるにはまず主要選手が全員 B 級。あれそうだね。あれそうじゃないですか。誰が勝ってもおかしくない。あれるというか、それがもう分からないもん、ね。分かんないです。もうどこが勝ってもおかしくない。で、イン逃げ勝利が低い選手がインコースにいると。確かにそういう番組作りあるね。はい。で、さらには A 級選手がインコース以外にいると。うん。めちゃめちゃ夢あると思うんですよ。これ。これ一個今日やって当てるだけで入院費稼げんじゃないかと。いや、もう足りないけど、まあでも全然ステップステップで、でもでも確かに、はい、1000円持っときゃ今までのやつよりなんか納得できません？いや確かにこれこういうのが良かったかも俺。そう、こういうのが欲しかったですね。そのなんかインが勝てますとかじゃなくて、こういうのを調べてきてこういうレースだけやる方が旨味は感じるってことで、今回の研究テーマはガマゴーリの前半レースならマンシュ狙っても全然良いじゃないと、1回でマンシュ入ったらプラスになるでしょう。まあとにもかくにも大変おめでとうございます、はい、これで僕もお金持ちということで、はい、あ、いやでもなんかいいかも、これは、はい、これ見てる方もこれがうまくいったら
そういう蒲郡の前半レースとか今後狙い出すかもしれないですね。だって1回当てれば多分マイナスにはならないと思うんですよ。確かに満州だとね、はい、いいと思います。いいと思いますか。すごくいいと思います。今めちゃく、ね、え寝てんの。寝てんじゃないですか。おい、お寝てた。え、触るな、なんかもういや心配してるふりすんな。すげえいいあれデータを今日持ってきてくれたのに、はい、助手。まあやりますか。じゃあもうこれで分かりました。ただ、はい、まあ荒れるっていう情報だけ出しただけで、うん、何が荒れるか分かんないじゃないですか。もちろんそれは分かんないよね。今回はスペシャルですよ。何すか。もう絶対に勝たせるために最強の人を呼んでるんで。まだなんかあるの。まだなんかあります。じゃあね、最強の助っ人の方す。なんだそれ。最強の助っ人の方どうぞ。助っ人。はい。うわ元気っすか。どうも。大丈夫か。大丈夫か。ギュッとしないでください。危ないです。大丈夫です。最強の助っ人。おめでとうございます。ありがとうございます。いや元気でよかった。いやありがとうございます。いや最強かどうかわかんないですけど、よろしくお願いします。お願いします。いても立ってもいられなくて、何かをご協力できることできませんかって言ってくれたんですよ。いやこういう時やっぱりって優しいよね。そうっす。なんかこっちは困ってるみたいに、ね、でこれもお金入ってるでしょ。口開くよ。ほら絶対お見たぞ。行くよくぜ。俺にやってたじゃん。もうちょっと大きめに開いたあの変なこと言って行くよぜ。よかったです、本当に。いやいや、ありがとうございます。すみません、ごめんなさい。確かにこれ心強いわ。そう、だから今日の理論にめちゃめちゃ合ってると思って、はい、多分展示がいい選手が勝ちやすいじゃないですか、うん、こういう状況だったら。そしたら一番展示見れる人を呼んだんで。確かに。はい、で、満州といえばみたいなところ、はい、俺らは知ってるからね。いつもはね、ちょっと難しい買い方させるけど、今日も穴狙いましょう、ね。確かに、穴狙いだからね。よかったじゃないですか。よかった。パシ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 パ俺医者に言われてるの、刺激物とやめとけって会うのもダメだって言われてるのよお前。挟まれてる。いやでも今日病院変えるぐらい多分行きましょう。でも確かに勝てるならもっといいやつ、はい、もっといいもっといい行きましょう。はい、よし、早速。じゃあこれは心強い、はいはい、じゃあ今日は1日お願いします、はい、お願いします。じゃあちょっと見ましょう1レース目の展示から、はい、早速この1レース目が、うんうん、なんと全員 B 級、ね、うん、まあとにかく吉田隆之選手がいるので5号艇にね、はいはい、うん、これはもう必ず前抜けに来るので、誰が抵抗するかっていうところからまあ面白いですよね。2、うん、今ちょっと嫌がるね、はい、嫌がったね。深いのが嫌がる。3がもう止めてる、うん、平瀬選手が止めましたね。お、抜くのかな。抜けないね。やっぱ抜けない。深いのが嫌がった。やだやだ、なるほど、やだっつってる。1352の46、うん、これもう因は変えたくなくなるな、よりこうなったら。そうですね、やっぱりモーター的に今節こう見てて動いているな、うん、ちょっと行き足近辺がいいなっていうのは吉田隆之選手5号艇、はいはい、まあ、前付けも見えていますし、それで74号機の高山選手ね、今2号艇深いの嫌がったけど、はいはいはい、まあ、とりあえずスローに向いた感じなので、この74号機も、まあ、ある程度は動いているなという感じで、あとはもうダッシュ分がどれぐらいこの、ね、スタートがかかるのかっていうところだよね。変な話、これだって1買いたくないっすもんね。まあね、ちょっとね、斉藤選手の1号艇インコスっていうのはちょっと心もとない気はしますね。ただ深いし、一番人気が123132なんです。いやもう、はい、今はね、どの場もそこが一番人気になるのよ。まあ一番来る出目ですね。俺これ6なんですけど、絡めたいの。いやもう全然あると思う。めちゃくちゃ6絡めたい。普通に寺本選手のあのダッシュのノリであれば全然あると思いますね、はい、例えば、うん、あれですよね、5、6頭だったら満州でと思うよ。結局123132とか12を買わなければ多分30倍、うん、40倍ついてる。まあ最悪つけますよね、はい。食ってんだ。確かにずっと真剣に話してんね俺ら今。知ってる、今までにないぐらい真剣よ、はい、ここ今あの稼がなくちゃいけない。そうなのよ。160だから一応切ろうって言ってじゃないか。1って言ったんだ。160、はい、まあでも16は満州、まあ16は満州ね、分かる。まあまあヒューちゃんも最近なんかちょこちょこ当たるからね、
あ、そうなんですね。そうなんですよ。ちょこちょこ当たんない俺がなんかしゅうちゃんに物言ったら怒られるね。でもどういう買い方がいいかだな。言うて時間もないんだよ、ね、あんまり。そうですね。あと2分。まあ私は買いましたけどね。何買った？買いましたよもう。じゃあ書いてください。あ、結構こんだけやっぱ攻めるってことは結構こうマジだな、三島さん。これマジマジ。あんまり今までこのこうやって俺買ってるとかなかった。買いました。はい、ドーン。5-2、5-2。はい、買いましたよ。これ間違いない。めちゃくちゃ笑ってますよ、三島さん。こえ？字が可愛い。字が可愛い。おちょくられた。善ですか、これ金ですか、金 金ですか、善ですか、どっちですか。善で。善で。いやでもちょっとこれ三島さんの3、俺もサゴロあたりで買いたいなと思ったんですよね。6は絡めたいですよね。絡めたい。で、ニヤタマはもう安いからいらねえかなと思う。来たら諦め、うん。そう、安いんですよ。2、30倍だったんですよ。うん。5、だって5、3の6とか5、6、3ってさっき言ってたね。クリさんが言った、はい、寺本選手を入れればもうすぐ満だからね。そうなんですよ。寺本さんありだと思うんだよな。はい、これ頭まである可能性もあります。でも、フューチャーのも買っといてみる ?16。ケンは僕は3、5、4、3、シコシコ、はい、80倍、3、シコシコ、はい、3、4、5、3、5、4、はい、2点、かっこいい。全員の予想をちょっと買ってみますか。ありがとうございます。単位祝いの、三島さんの上の2つを買いました。ありがとうございます。5-2、5-2、はい、ありがとうございます。で、AI 予想16-0、はい、で県助手3-4-5、3-5-4で、はい、僕はもう6頭ちょっと押さえとこうと思って6からの2差5、2差5。ああ、いいっすね。で全部これオール500円で1万円。はい、そうですね。4を買ってないのか俺。この4は確かにちょっとありだったんだよな。瀬川選手の。瀬川選手ね。いやでもまあいっか、このパターンが4手ボックスに、あのパターンを見せてもらったから、もしかしたら5カードなのっていうのもあって4なのかな。確かに。フューチャー、いや俺4入れたけなかった。まだ一応でももう次のレースも B 級なんで、まあ、ここでなんか掴んで、いやいやいや、そういらないから、そういうの当たるじゃん、だって。当てるために来たんだよ。OK、OK、OK、はいはいはい、はい、あれ当たんないやつ言ったの3から4、5、5、4ってはいはい、煽りやってんだ。はい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 、いいっすよ、いいっすよ。あ、そう来るっすね、はい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 、いつも喧嘩腰なんだよね。え、はいはい、不思議なんだ。ちょっと震えてるけど。いや、もう怒りに震えてるんですよ、もう。そう、始まりますよ。まあ、これ次第だね。こう侵入、まあね、侵入はね、高山選手がどういうふうにするかですよね。ここは本当に、まあそこに抵抗しておいてどういうパターンで抜けるのかっていうのは本当に微妙。絶対に来るので。3やっぱり高山選手は入りたくないんで、返事通りになりそうだな。深いのはね、深いのは嫌だって感じだな。だギリギリまで抵抗して深く刺して、うんうん、まあでもそれがってことですよね。手だからね。セオリーですよね、毎月に対しての。うん、ここも駆け引きですよね。そう、これだってまだ入れるからね、2コース、はい、入ろうと思えば、はい、それは抜けそうっすね、これ抜けそうっすね、抜けますね。なるほどね、面白いでしょ。面白いですね。楽しいね、船券買ってるとね。楽しいですよ。ボート見てんのもね、1レースも優勝戦も関係ないよね。関係ない、ね、いや、もう分かります、それは分かります。すげえ楽しい。絶対結果が分からないレースが面白いじゃないですか。楽しい、もうワクワクする。これギャンブルですよ、本当に、はい、5どうした。お、弱い。いや4だな、これ。これ4だよ。4行くでしょ。2が抵抗、2が抵抗。これ逆に2逃げ6行け。ここで6行け。あれあれ、2乗り込んだ。4だよ。1が残るんだ。そうか。あ、でもこれ4になるんじゃないですか。これ4になるんじゃないですか。厳しそうだ。3にないもん俺。あ、そっか。3ないですもん。いや、1位残ってる。残ったっすよ。あ、ね、4-1だ。全然当たんないでしょ。でも満州だからね、言ったっけ。うわ、え、もう満州出ちゃったんすか。もう満州出ちゃったんすか。満州に決まってんねん、4-1なんか。うわ、結局満州出てんじゃん。もう満州出ちゃったんすか。出てるけど取れてない。うわ、出ちゃってる。でもここは俺4はちょっと後悔してるけど、1をどのみち俺入れてないから、はい、俺も入れないんですよ、はい、4手ボックスでも買ってないんですよ。買ってない。出るね、満州出ましたね。ガマゴーリの、やっぱこのこういうレースが面白いですよ。やっぱガマゴーリ面白かった。当て、これが当てるって言った方のボードですね。はいはい、いやいや買ったよ俺。5だらけっすね。はい、出すか。買った。あ、当たってるんですか、自分だけ。いやいや、どんだけ俺が悔しいか知ってる。F3
2人とも外れ、あ、12,460円です。言いました。でもこれをだって1個取れば今日勝ちですもん。だって、まあ、500円持ってただけでも6万になってるからね、はい、まあ、今1万なくなったけど、まあ、また次当てれば、はい、次も出るかね。次の2レースも全員チャンス B 級です。マーシュ B チャンス、はい、マーシュチャンス、フューチャー5へこんだよ。あ、6号。あ、5、そうか。5は、はい、谷口選手です。6号、はい、そうですね。あ、そっかそっか。そして春園選手がいるんですよね。春園選手はね、この節は全然動いてないんですよね。もう来季ね、A級復帰はもう見えているんですけど、本当に出ていない。ちょっと、かわいそうなぐらい出ていないですね。1号艇の向井選手だけ準優の6号艇なんですよ。おっと、無理はしないと思うんですよ。なるほど、本当に、はい、だまだ満州チャンスだと思ってる。ワンチャン満チャン、ワンチャン満チャンあります。俺ポテチ食えねえのよ、まあ、お前ずっと食ってるけどさ、固形はあるんですか。あの、うん、そうです、一応まだあんまり、ね、あとコーラも俺飲めねえのよ今、匂いでこう来ちゃうんだよ。そうだから、あんまり遠慮しろよちょっと。それじゃ返事はいいんですよ、こいつ。いいね、はい、返事はいいんですよ、やめねえけど。春園選手出てないっす ね、 出てないね。もうあそこから全然押さないですもんね。こうなったらだって押さないんだよね。もう買えるよ、ちょっとかわいそうだぐらい。でもこれ多分春園選手名前で売れるじゃないですか。売れるよそれ、はあ、やっぱり逆にオッズ持ってってくれればそう、はあ、やっぱりね、軽くダイソンとは言わないけど軽く吸うよ、ね、はあ、そうですね、うん、なんだろうな、ルンバぐらい、な、いや鍋 の、 あの厚揚げぐらい吸うかな、軽い感じでチュッチュッチュッとする。いや、いいんですよ、2人のその、 あのしょうもない例えの対決も。もうダイソンとかその鍋の爆笑したいの我慢してるんですか。いやいやいや、開いてないです。それは開かないです、大丈夫ですけど。開いてないですか今。開いてない、開かせようかなと。大丈夫です、いいんです。ダイソンとルンバじゃもらえないですか。当たってからふざけてください、2人、はい、いやでも拾ってあげないとかわいそうじゃないですか。いやいや、拾ってあげるってお前も言い出してかわいそうとか言って、ルンバとかこの人名言なの知ってます。いや、あなたもだよ。いや全員名言なんで、こういうやつ。あの彼のツイッターのプロフィール、うん、栗山船研研究所はクビになりましたって一言添えたんですよ。かわいい、かわいいじゃん。だって俺はここへ栗さんに呼んでいただいて、うん、お前だからさ、わちゃわちゃ飲めねえんだってコーラとか。これ見よがしに、うん、でもこういうわちゃわちゃ久々だから超楽しいんじゃないですか。ちょっとだって1ヶ月ぶりのわちゃわちゃ、ね、こういうくだりみたいな楽しいですよね。勝手になくなっちゃった。あいつ何なんだよ。だからそれも俺食えねえんだって。ドンタコスとか辛いのそれは。辛いやつね。メキシカンス、メキシカンス、ダメなやつじゃない、刺激物は。そうだよ、刺激物しか食ってねえじゃねえかよお前。飲んで食って、うちはじゃないよ。あれ勝ってたんですか、入院中は。勝ってたんですよ。やっぱなんか人間悪いことがあるといいとこどっかにある。まあそれはあるかもしれない。本当にボートも勝てたし、わ、うん、かるわかる、競輪でも当たったし、あるよそれは。本当にあるさ、俺いいことあんまなくて当たってないけど、で意外と行いじゃない、うん、他にあんじゃないの、なんかいいことあんじゃない。だ立川でいい思いしてんだろ、うん、らしいですよね。ちっちゃいの、俺に連絡もなし、ちっちゃしてる、ちっちゃしてんだ立川で。4ヶ月で72万使った。うわ、もうそんなにいかない。俺の入院で72万。お前も勝たないと。はい、勝った方がいい。買えよ、買いましょう。マーシュ買えよ。ここぞって時に買いますわ。じゃあここのマーシュどれだろうな。これはでもね、マーシュにならないならないかもしれないですね。うん、多分5号艇の方がね、宮原選手が多分来ないじゃないですか。来ないと思うんですよね。4とかかな、俺狙いたいのは。分かる気がするね、それ。え、ちなみにモーターと展示はどれが良かった。展示が良かったのはやっぱり向井選手。あ、向井選手いいんだ、まあ、やっぱり良かったよね。向井選手全部3着だ。出足のグリップ感とかすごい良かった、はい、まあ、春園選手がね、本当に押さなかったので。あ、ひどかったっすね。へこんでも伊勢里選手がしっかりこうスタートがかかって壁になれば向井選手が逃げれるのかなと。ちょっと配当が跳ねる春園選手以外、だから3と5以外の1からの246のボックスで買って、はい、うん、いいとこ来ればいいねみたいな、ね、まあ、16になれば5、6千円はあるだろうし、はい、買いました。どん、はい、まあ春園選手ね、うん、良さそうではないって展示見て言ったので1から1頭、1頭から4664に、3着に2番までつけたフォーカス
がまあメインかなっていう。あとはその、健太さんが言ったその、準優組っていうのでスタートちょっとね緩くなったりすると4-6の頭まであるのかなと。うん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 、こんな感じで夢ありますね。どうしよう、これ三島さんのどっちかを抑えたいよな。僕は これでいいかなと思ったんですよ。16と61買おうかな。そうですよね。2人が合致してるなら、ね、16、うん、61こっちを買っといて下を押さえればいい。僕はなんかあんまピンとこなかったんで、ピンとこないんだ。ないなかったんで。なるほど。逆にいいんじゃないですか。あ、じゃあフューチャーは。え、あ、ある。玉氷といえば、お、高橋アナのチャートね。はいはいはい、これ見た上で。わかんない。フューチャー予想ないの？フューチャーは1位、うん、二差し、うん、5、二差し5、あ、そういうことね。5を狙うと、5を狙うってことね。3着に5を狙う、じゃあ6も入れた方がいいんじゃないの、うん、1、2差しろの5じゃないの。それだって4点だよ。4点だもん、1前後で、うん、1、2差し、5、3、うん、いやまあいいんだけど1前後でもいいんじゃないの。じゃあそうじゃなくて1、2差し、5。バグった、バグったわ。バグちょっとバグった。絶対にそれがいいです、それがいいです。壊れた、うんうん、僕、ね、ここ投資しない分。なるほど。じゃあ、はい、三島さんの下のやつをちょっと書かせてもらう。これちょっと遊びましょう。46の462、フューチャーはいいの。1、前後で変わった。やっぱ足すじゃん、足すじゃん。まあでも買っとこうか。まあまあまあ、その前は絶対美味しいですよ、当たったと思う。もう面白いしね。ガマ氷の16狙うプロになろうかな。ガマ氷の16プロ天優と優勝戦のどうですか、スイちゃん入れてます。あ、聞いてなかった。聞いてない。聞けよ、さすがに聞けよ。もうフューチャー、いやこれ谷口行ってほしい。行ってほしいな。キシューンで締めてほしい。さらに4もついてっちゃう、ね、6行っちゃったぐらい。ちょっとその斜めに走る感じがちょっとリスクがありそうな気がするけど。そうですね。伸びろ。いや、ノー、ハルトが伸びない。悪くはない、悪くはないけど、いや、やめちゃうんだ。締めてってほしかったな、そこ。いや、でも6ある、6ある、ある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 。いけ、頑張れ、6-1、6-1、6-1でもいい、何でもいい、ちょっと1-2になったらきつい。16がいいもんね。16はあります、あります、16あります。よし、まっすぐ行っちゃえ。16あるし、16いけ、16いけ。引き波の向こうまでで初動かけて、あー、うちはやだ。いや、でも大丈夫、向こうで勝手に終わるよ。あー、見に来るか。いや、まだある、まだある。そう、いや、1-2になっちゃうの、これ。いや、でもまだわかんないです、これ今のな。これまあしょうがないよね、そこ。そうな、いや、これダメだ、これはもうダメだな。もう腕の差が出ちゃうもんね。そうですね。これってもう 1-2-3 ですよ、これ。とうとう、なんだよ、ガマゴーリの前半 1-2-3 じゃねえかよ。一桁オッズっすよね。みんなうまいな。俺たち養分ですよ。俺たち養分です。俺たち養分です。養分ですよ。養分です。養分ですよ。どうもすいません。ただ夢を語ってる。まあでもさ、15分でした。いやいや、夢を語らないとさ、まあね、いいんから買ってどうのっていう今回コンセプトじゃないわけだろ。そうね。いや、なんとかうまいこと狙おうぜっていう。しかもね、無理に穴じゃなくて1日さんで俺ら買えなかったっすわ。見が良かったな。そうっすね。ね、タバコ吸います。そうっすね、一回タバコ吸いましょうか。フューチャー、お前今日やる気ないだろ。あとミニカバーもお姉ちゃん言えばいいんだよね。何言ってんだよ、ほっそり。で、間もアプリさせ。そこか。3分後にはみんな手のひら返します。まあ、ケンが言ったやつが来たらね。お、来た来た。